エルバイラは1988年のアメリカ合衆国の映画 B 級ホラー映画の解説番組である EN エルビラ S ムービーマカーブラの司会者エルバイラを題材としたコメディホラー映画エルバイラ役だったカサンドラ・ピーターソンが自ら演じているなおエルバイラはメーラ・ヌルミが演じたヴァンパイラのパロディ続編に帰ってきたエルバイラがある エキセントリックな美女で、テレビ司会者のエルバイラは、大叔の遺産を相続することになったが、その遺産というのは、ボロ屋敷とプードル券、そして奇妙な料理本だけだった。エルバイラは、ボロ屋敷の改装に取りかかるが、手伝った若者たちの暴走で、スタまじいセンスに仕上がってしまい、周囲の住人の反感を買う。しかし気に入った彼女は、若者たちと、意気投合。 その後も何かと騒動を起こす彼女だが、やがて実は、オーバーが魔女だったこと、エルバイラ自身もその血を引いていることが判明する。テレビ放送、日本テレビ、金曜ロードショー1992年8月21日。ありがとうございます。